今日はですね、小学生の子供を持つサッカー少年少女に対してですね、自分たちがよくケアを頼まれるところがありまして、そこがだいたいお尻周りだったりとか腰周り、あと下半身なんですね。それをですね、なかなかこうトレーナーがいないっていう状況の中で、じゃあ親がねどういうふうにすればしっかりほぐしてあげられるかっていうようなペアのストレッチを、皆さんに紹介したいと思いますので、怪我をしない体作りに、活かせてもらえたらなと思います。それではレッツコバトレ。それではですね、これからもうやっていきますので、お子さん寝かせます。まずはねちょっと腰の回旋からやります。膝をね、立てます。でこの状態で左右に、ゆっくりですね、振ってあげてください。で例えばこの時に倒した時にどっかの腰が張ってるとかそういうことがあるんであれば、まあ、無理をしないで、まあ、これぐらいでやってあげてもいいです。でもできるんであればこういう形で、膝が床につくような形をだいたい10回ぐらいやってあげてください。で次に今度は両足をこう持って少しですねゆっくりふーっとお子様が普通の呼吸ができるぐらいまで止まらないようにね、伸ばしてあげるようにしてください。だいたいリズム的にはこれぐらいのスピードで伸ばしてあげると、これ腰のストレッチになります。で次にお尻です。はい、足を組みます。で組んだ状態にして、こっちの手で曲げてる方のかかとを掴んで、で次に足首使います。でこの状態から前の方にぐーっと持っていきます。でこの時にですね、足がこうならないように、お子様はね結構股関節の柔らかい子はこういうふうになるので、これなかなか伸びづらいので、しっかりとですねこの膝の太ももの上にこう足首が来るようにして固定させて、でこれでゆっくり持っていく。ちょっとお父さんお母さんは力がね必要になってくると思うんですけども、ここのところにね、お腹のところに置いていいです。これで体を使って持っていく、こういうやり方でも全然伸びますので、ちょうどこのお尻のねここを伸ばしてます。こっちと両方です。はい、足を組み替えます。はい、この状態から今自分胸に当ててますけれども、このまんまこう持っていく。で呼吸は止めさせないでください。だいたい10秒間ぐらいですね。で今、はい、お尻のストレッチ、腰のストレッチ終わりました。でだいたい股関節を硬くなるね、ケースがあるので、まあ、ゆっくりこういうふうに股関節を押してあげる。で押してあげるときにあまりこう中の方に入れると股関節の中が詰まって痛いっていうね、お子様がいらっしゃるので、外側の方にこう膝をね持ってくる。で持ってきて一番股関節が広がる場所があるので、まあ、そこぐらいまでこう押してあげる感じがいいですね。でスムーズに股関節が慣れてきたらちょっとこう大きく回してあげる。そしたらお尻の筋肉もほぐれやすくなります。はい、でこれをね左右やります。はいはい、こう持ってですね、こういうふうにして大きく一番広がるところまで押してあげて、で回していくと、まあこれも全て10秒とか10回ぐらいでいいです。でポイントはやはりなるべく大きくゆっくり回すことが、あんまりこう早くやるとお子さんもちょっとね筋肉がねパッとこう反応して硬くなる部分があるので、なるべくこうゆっくり大きく回してください。で次に今度は腰のひねりです。この状態からこういうふうに腰をひねってあげる。でこの時に腰の硬い子は腕がこういうふうに上がります。なのでちょっとこの辺をねこうチェックしながら、あうちの子供ちょっと硬いなと思ったら、手をちょっと肩のところをね押さえてあげて、でこういうふうにゆっくり伸ばしていく。でこれをちょっと両方ねやりましょうか。はいはい、この状態からこう持ってきた時に手がこういうふうに上がるようであれば硬い証拠です。なので手で肩の部分をゆっくり押さえてあげて、でそれでこういうふうに
伸ばしていってあげます。あまり痛くしないようにしてくださいね。でここもあんまりこうギュッと押さえないようにしても支えるだけでいいです。支えるだけで。でほぐしていきます。はい。で次にももの前なんですけど、はい、こっちを向いてもらって、で膝を曲げます。で横向きになって足首を持ってもらって、まあ、ちょっとこれね、ちょっと覚えるまでね、ちょっと難しいかもしれないんですけども、まあ、自分がよくやるのは、このちょうど骨盤のところに、まあ、すねを置いてもらって、で、そのまま後ろに下がって、で、ここをしっかり伸ばします。で、手を、ここがね、こういうふうになる子供がいらっしゃるので、ここでしっかりこう、ぎゅーっと伸ばしてあげると。そしたら、ここが伸びます。でね、こうなる子がいらっしゃるので、なるべく真横を向いてもらう。もしくはこっちの手で、ここの太ももを掴んで、ここで安定させる。で、そこでこうしっかり伸ばす。はい、じゃあ反対もやりましょうか。反対をこっちから、じゃあこうして。はい。はい、持ってですね。はい、この状態から。はい、ぎゅーっと。はい、ぎゅーっとひねっていきます。ここですね。今伸びてるの。はい、ここです。はい。じゃあ次にですね、ももの裏のストレッチなんですけども、一回起き上がってもらって、お尻ついて、はい。じゃあ、右足を曲げましょうか。はい。で、あんまりグイグイすると、ね、ももの裏痛めるケースがあるので、息を吐きながらゆっくりね、押してあげてください。で硬ければちょっとだけ膝を曲げた状態にして、でちょっと足のね裏側を触れるぐらいになれば OK です。でもしこれでまだ余裕があるんだったら足を伸ばしてもらって、でこれではいギューッと持ってきて足のもも裏を伸ばしていく。あまりこうグイグイやらないでいいですからね。はい、この逆です。はい、曲げた状態にして、はい、もも裏を、はい、ゆっくり足の裏をね、掴んでって言って、伸ばしていきます。まあ、これ、もも裏もそうですけれども、腰の方のね、筋肉も伸びます。まあ、反動つけないでやらせてくださいね。だいたい10秒間。はい、次に内転筋です。はい、足裏を合わせます。で、足裏合わせた状態で、吐息をふーっと吐かせながら、前の方に持っていく。まあ、これは若干ちょっとね、反動をつけてもこれ大丈夫です。まあ、10秒間と10回と、そういう形にしましょうか。はい。で、最後ね、足裏、はい、ぐっと、開脚させます。これ結構ね、最近子供たちがね、股関節硬いんで、まあ、なかなか開脚できないんですけども、まあ、サッカーをやる上で、股関節の硬さ、ある選手はやっぱり怪我をねしやすいので、これもしっかりこう押してあげる。で逆に硬い子は手のひらをね、顎に乗っけて、でこれがこうちょっとね肘がつくぐらいまでゆっくり押してあげる。まあ、本当なら何もしないで肘がねつけるぐらいまで柔軟性があった方がいいですので、はい、これもしっかりとやるようにしてください。はい、じゃあ両足閉じてもらって、はい、大体こんな形でこちらトレーナーはですね、お子様に対してのストレッチと、まあ、可動域を広げるような形でやってますので、ぜひ家でもですねお子様にやっていただいて、怪我をしない体に、作り上げてください。それではレッツコバトレ。インナーマッスルの弱い方はですね、上体を起こした時にスムーズにゆっくりこう動けない方が多いです。はい、これではい、グーッと押し付けください。はい、抜けません。